はい、どうも皆さんこんにちは。今ね1時40分、はい、虫取りの帰り、最近日課になってるんだけどね、はい、に行ってきましたんで、収録しています。先ほどコンビニでね、駐車場でツイッターのトレンドたまたま見てましたら、 iPhone の値上げっていうのがね、まあなんかこう話題になってるみたいで、でまあおまけにね、まあ、数日前かな、ラーメン屋さんの値上げ、はい、見て、まあいろんなところでやっぱ値上げっていうのがね、どうしても原材料の価格の高騰とかさ、まあ、その小麦だったりとかね、でああいう輸入品の、まあ、アップル製品なんかは、まあ、ものすごいやっぱりあの為替の影響を受けてね、それで、まあ、高くなっていると、はい、いうことで、まずねその数日前に見た、ラーメン屋さんの値上げについて、はい、でそのニュースについてどう思うとかっていうよりも、私の興味があるのはその時の皆さんのリアクションにすごい興味があるのね。はい、で、まあ、そのラーメン屋さんはもともとそこそこ高級路線のお店で、家の近所にもあるんだけどね、この近くにあるんだけど、で、まあ、1200円か300円ぐらいのお店だったのが、まあ、その店主の思いがあって、まあ、ラーメン文化を今後も継承残していくために、まあ、やっぱり高くせざるを得ないという思いがあって、まあ、今回あえてね1600円と、させていただきましたみたいな。で、まあ、そこにつくそのリプですね、まあ、皆さんのリアクションというのがすごい、まあ、私は関心があって、あちょうどね今この真横にあるのがね高級路線の、まあ、1000円超えのラーメン屋さんですね、はい、まあ、1200円ぐらいが、まあ、1600円になったと。でラーメン一杯にその1600円も払うというのはありえないと。でその1600円払うぐらいだったら焼肉屋さん行くよという意見だったりとか、まあ、もしくはねその、まあ、激怒するような、まあ、そういうあのリプを書いてる人もいましたけど、だけどまあ多数派はまあしゃあないよねって、しゃあないよねって、小麦上がってるんでね、まあしゃあないと、まあ、ただ自分は食べに行かないよって、近所にだって安い店あるし、まだまだ安い店、数百円とかで食べれる店があるから、だからまあしゃあないけど、まあ自分は行かないけどねみたいな、はい、そういうねリアクションでしたね。で次はね iPhone、 先ほどねコンビニの駐車場で見ました iPhone の値上げということで、 iPhone13Pro かな、はい、僕が使ってるのは12ですけど、 13Pro がちょっとね細かく覚えてないけど13万いくらだったのが17、18万、17万何千円とか、はい、に、まあ、一気に上がったと。で、それについては、まあ iPhone 使わないけどねっていう意見よりも、まあすでにね、まあ Apple 製品ってかなり多くの方に浸透しているんで、どっちかというとね、こう落胆の、はい、声が多いですね。怒るとかっていうよりも、皆さんのリアクションは、iPhone もう高級品だから手に入らないのって、今後は無理なのっていう感じの、まあ、そういうリアクションでした。で、まあ、僕はね、まあ、そこで思うんだけど、その、まあ、iPhone なりラーメンの価格が上がった、でその事実を受けて、だったらまあ今まで以上に仕事頑張って稼ごうと、そういう意見はね少ないんだよね。ものすごいね、なんだろう、まあ一言で言うと日本人ってその値上げに対するマージン、許容キャパっていうのがすっごい狭い。値上げっていうのは許せないと。まあ他国、まあ特にそのアメリカとかって今物価が上昇してるじゃないですか。はい。で、それに対して日本っていうのはアメリカほどじゃないんで、ないんだけど、まあ物価がじわじわと、はい、まあ今日もスーパー行ってね、あこれ上がってんのかなとかっていうのもあったし、上がっては来てるけど、まだそんなにね、大きな値上げみたいなものは、まあ為替の影響もね、そんなすぐ連鎖するわけでもなく、うちの商売でもそうですね、はい、うちだってほら在庫持ってる、その在庫っていうのはちょっと前にまだ円が高い時に買ったものだから、仕入れたものだから、だけどこれから、まあ僕がね、大量に仕入れるものっていうのは、はい、今ドルの価値が上がってるんでね、円の価値が下がってるんで、まあ当然値上げしていかなくちゃいけないってことになるよね。まあそこそこのパーセント、もうだからそんな数パーセントとかじゃなくて、もっともっと。それがまあ一つのね、形となって現れたのが、まあ iPhone
13がね、17、18万になったと、はい、いうことなんですけど、日本人はね、その値上げに対するその許容キャパがものすごいね、狭い。だから落胆する人、そして文句を言う人、まあしゃあないよねって言いながら、まあでも自分はね、まあ iPhone なんて使わないけどねっていう感じになっちゃったりとか、まあとにかくね、値上げは許せないと。で、まあそれはね、わかるんですよね。なぜかっていうと、アメリカと比べて賃金が上昇してないから。で、まあそれはしゃあない。うわ、すっげえ、後ろすっげえ眩しいな。しゃあないよなってなるんだけど。なるんだけど、ただね、その発想としてさ、あ、価格がね、iPhone17、8万になって、まあ、今まで、まあそこそこね、まあ、なんとかこう手が届いた価格だったけど、まあ今後は高級品ってことで、なかなかね、高値の花で、買うのは難しいよな、と。で、いうことになったら、まあやっぱりね、じゃあ、もう一段自分もね、まあ稼ぎ、仕事で稼いだりとか頑張って、で、まあ、そのお金で買おうと。そういうね、なんかこう、ポジティブマインドみたいなものはあんまり生まれてこなくて、諦めるとか、落胆する、怒る、はい。で、安いもんに逃げる、もう自分はいいやっていう感じの、ネガティブな感じの、まあ結果ね、ネガティブな感じのリアクションが多いのかなっていう感じがしてます。はい。だからね、まあそこがね、まあ非常に、ちょっと問題なんじゃないかなって。はい。まあ無理もない、って言えば無理もない。まあそれはやっぱりさっきも言ったように賃金が上昇しないからしゃあないだろうと。まあ、ただね、まあ副業ができたりとか、あの副業禁止のところはね、もうあの公務員とかしゃあないとは思うんだけど、だけどもうあまりにもね、その、まあ今後もね、どんどんこう物価っていうのは上昇していくと思うし、で賃金はね、それに対して上がらない、なかなか上がっていかないと思うし、賃金カットあってもね、こう昇給ってなかなか難しかったりするじゃないですか。で、おまけに税金、ちょっと後ろあまりにも眩しいからちょっと結構飛ばしてる、腹立つわ。で、税金ね、税金についてはまあ消費税のじゃあ減税されるのかって言ったらなかなか難しいし、はい、まあ、税金ばっか取られて、お金は全然ね、まあうちらからこう離れていく、どんどんこうなくなっていく方向にまあシフトしている時代がどんどん、まあそんな中でね、だったらもっといっぱい稼いでやろうって、金に貪欲になってお金を稼ぐっていうことに対してもっともっとねポジティブに、はい、ポジティブにあの捉えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。だから、会社勤めされてる方は、まあ、副業できる範囲でもっともっとねお金を稼ぐ方法で、あの方向でねやってったりとか、まあそういうことが必要なんじゃないかなってことを思いました。だからラーメン屋さんとかもね、まあやって値上げしてますけど、はい、その値上げせざるを得ない状況っていうのはよくわかるし、で僕は、ラーメンが1600円になったからっつってね、そのラーメン屋さんちょっと家族ではね、まあうち5人家族ですから、じゃあまあ行けないよなとかっていうふうにはなりたくない。値上げしたから、まあ、本来行きたかった、食べたかった、気になってて、いずれは行こうと思ってたけど、値上げしたんだってって、1200円が1600円になったんだって、ああ、まあ、その400円高くなった、割高になったから、じゃあね、もう家族で行くのやめようって、いうふうにはならない。したくない。で、その発想自体がね、まあ、日本が、今の日本っていうのが、値上げを許容しないっていう人たちで溢れ、でそして、まあ、賃金が、まあ、上がらないわけだから、どんどん、まあ、安いものに流れていって、ね。で、そしたらさ、安いものはさ、ずっと今後も生き残るのかって言ったら、やっぱ利益取れないから、ね、安く売ってたものも、はい、もう安く売れなくなっちゃってってなってさ、結局じゃあ、どうすればいいのって話になるよね。まあ、外食しなくていいってなって、じゃあもう自炊するしかないねってなってさ、なるべくじゃあスーパーで、特売で安売りしているものをね、食材とかを買って、じゃあもう自炊するしかないよねってなってさ、でそうしたらさ、もう外食っていう文化自体がね、楽しみ自体がもう我慢しなきゃねっていう風になっていくし、僕がいつも言ってるね、なんだろう、どんどんさ萎縮していくんだよ、その行動とかさ、
自分に対するそのご褒美的なものみたいなものがどん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 さ萎縮しちゃって外に行くとガソリン使うからねもったいないからみたいな、そのもったいないみたいなものがどんどん加速化して、でもう身動き取れないっていう状態になるんだよ、うん、だからそういう発想に陥るぐらいだったら、ああ価格上がったのねって、うん、もうじゃあ iPhone は高級品だねって、じゃあその高級品買えるように仕事頑張ろうよ、いっぱい稼ごうよって、銭稼ごうぜって、うん、いう感じにならなきゃダメだよねって、いつも思います。そうじゃないとね、まあ、みんなのリアクション見てると本当ね、どんどん自利品になっていくよ、うん、逃げ場がないくなっていく、うん、っていうふうに思います。はい、なので私は iPhone、 まあ今は別に iPhone 買おうと思わないけど、12も13もそんな変わんないって思ってるからね、はい、まあ、次買うとき、まあ、17万なのか、まあ、ドル円が150円とかになったらもっと上がるかもしれないし、20万とかになったとしても僕は普通に買いますよ、はい、買います。ラーメンでもその好きなラーメン屋さんが2000円とかになっても僕は普通に食べに行きます。何の躊躇もしません、はい、その代わり金をがっぽり稼ぐと、そこは、まあ、しっかりやれよっていう話ですよ、はい、その発想があるかないかっていうことですね、はい、いうことだと思います、はい、本日は以上です。ありがとうございました。